はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、贈与税の3回目住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例と非課税について解説いたします。前回の動画では相続時精算課税制度の内容を解説したんですけれども、それっていうのは、一般的な話なんですね。一般的な相続時精算課税制度の内容で、今回お話するこの特例っていうのは住宅資金の贈与を受けた場合の特例の話なんですね。なので贈与されたものが住宅取得資金だった場合の話です。前回の動画ではこのように贈与されたものって特定されないんですね。なので住宅取得資金以外でも教育資金とかでも全然問題ないですよ、使えますよっていう話なんです。ただ今回のお話っていうのは、贈与されたものが住宅取得資金に限られているので、その点がちょっと違う部分なんですね。あと贈与者の年齢が違います。前回の相続時精算課税制度、一般的な内容だと60歳以上のお父さんお母さんまたは祖父母だったんですけれども、今回の特例については年齢問いません。この点が違ってくるよという話ですね。あと贈与税の非課税制度、これも今回お伝えします。似てるんですけれども、こっちっていうのは前回ちょっとお伝えしたのが2500万円の控除があるという話だったんですね。で、これについては贈与時にこれだけ差し引くけれども、相続時にはその話はないわけですよ。結局2500万円贈与時に差し引いた分あったとしても、相続が発生した場合の相続税を計算する上ではこれって関係なくなっちゃう。つまりこれを使わなかったと仮定して計算していくわけなので、非課税へというわけではないんですよ。贈与の時に一時的に差し引くものっていったイメージなんですね。で、一方こっちの贈与税の非課税へについてはもう完全に非課税なんです。後で税金課されるというものではないんですね。そういった違いがあるんです。で、今言ったこの相続時精算課税制度2500万円の意味がわからない方は、前回の動画計算の仕方までお話ししているので、そちらご確認いただければと思います。で、今回の内容については対比して頭に入れていくのがいいと思います。この表を頭に入れていただくと、点数取りやすくなりますので、何回か動画見ていただいて頭に入れていただければと思います。で、この表の内容っていうのはこの特例および非課税制度を使える要件になってます。これら全て満たすことによって特例だったりとか非課税制度使えるんだ、適用することができるんだということですね。まず1つ目、贈与されたもの、これはここにも書いてある通り住宅取得資金の贈与を受けた場合じゃないとダメなんですね。教育資金とかではダメですよと、いったイメージです。で、贈与者プレゼントする側は、まず相続時精算課税の特例については父母、お父さんお母さん、もしくは祖父母ですね、おじいちゃんおばあちゃんであれば OK です。年齢は問いません。60歳以上じゃなかったとしてもいいですよってことですね。で、贈与税の非課税の方については、直系存続であれば年齢問いません。直系存続っていうのはお父さんお母さん、祖父母、さらに祖父母のお父さんお母さんですね。自分の直系であれば上はどこまででもいいですよっていう話です。で、受贈者、これは住宅取得資金をもらう側の要件です。これは18歳以上の子とか孫、非課税制度については18歳以上の直系貴族ですね。直系貴族っていうのは子供、孫、ひ孫、やしゃごということですね。で、これ米印ついているのは贈与があった年の1月1日時点で18歳以上でないとダメなんですね。贈与をもらった時に18歳以上であったとしても、その1月1日時点で18歳じゃなかったらこれ使えませんよという話です。あと受贈者の所得制限、これについては相続時精算課税の特例については所得制限ありませんので、所得がいくら高かったとしてもこれ使えますよってことですね。一方非課税制度の方については所得制限があって2000万円以下じゃないとダメですよという話です。で、物件ですね。物件の要件についてなんですけども、住宅取得資金を贈与してもらってどんな物件買ったらこの特例だったり非課税制度適用されるかというと、まず特例の方について言うと40平米以上、これが要件となってきます。で、非課税制度の方については40平米以上、240平米以下ということです。
で、ここでちょっと注意っていうのかな、細かい話になるんですけども、ここで所得制限2000万円以下と書いてあったんですけれども、新築する物件とか購入する物件が40平米以上、50平米以下のものについて、つまり、まあ比較的ちっちゃな物件ですね、を購入するというのであれば、この場合は1000万円以下の所得制限受けるんですね。つまり、ここで2000万円以下と言ってたんですけれども、ちっちゃな物件については1000万円以下っていう所得制限が設けられちゃうんだということです。50平米を超える住宅を取得するというのであれば、2000万円以下であれば適用されるんですけれども、40平米以上、50平米以下の物件を購入する場合は、さらに細かい所得制限があって、1000万円以下じゃないとダメですよという話です。で、最後に相続時精算課税の特例の控除額ですね。これは2500万円ですね。で、非課税制度については2023年の3月末までは省エネ住宅については1000万円、その他の住宅については500万円が非課税枠になってきます。で、これを超えた2024年度になってくるとどうなるかっていうと、これまた、変わってくるんですよ。毎年変わってきます。まあ、変わらない年もあるんですけども、これよく、年によって変更がありますので、まあ、この点については注意をしておきましょう。まあ、とりあえず今回の内容っていうのは2023年の3月末までの話です。まあ、大きく変わるってところはないんですけども、変わる部分で言ったらこのあたりとか、このあたりもちょっと近年変わってきましたね。なので2024年とか2025年、2026年、まあその年都度都度ですね、内容をちょっと確認していただくというのがいいと思います。まあ、基本的にはこういった内容なので、ここの部分しっかり頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。